はい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 、皆様、世界で一番小さなニュース、世界で一番小さなニュースを言ってもよろしいですか？覚悟はいいですか？時間が無駄になるかもしれないよ、覚悟はいいですか？はい、ミスタービーンが、電気自動車 EV に反対してくれました。どうも闇の駒さんでございます。はい、ちっちゃいニュース。もうね、こんなニュース取り上げるのね、多分ね、私だけなんだよね。そもそもね、今の子たちはさ、ミスタービーンって何、ミスタービーンって誰っていう声の方が大きいよね。なんだとてめえこの野郎、お前、俺たちの英雄ミスタービーンをですね、誰とか言ってんじゃねえぞこの野郎。ミスタービーンって知ってます？そもそも。ミスタービーンっていうのはですね、1990年代くらいにですね、イギリスのテレビ番組にですね、突然登場した面白いおじさんなのね。ほんでね、これね、ミスタービーンっていうですね、お笑い芸人がいるなんていうことをですね、勘違いしらっしゃる方多いと思うんだけど、ミスタービーンという人間は実在しません。あれはですね、イギリスのね、テレビ番組の中でですね、ミスタービーンという役割を演じた方なんですよね、この方。この方ミスタービーンなんだけど、ね、なんか言ってることが分かんなくなってきた。この方ですね、ミスタービーンを演じたですね、コメディアン兼俳優の、ローワン・アトキンソンさんということなんですね、この方ね。だからコメディアン兼俳優だから、要するにね、今で言うとですね、ゼレンスキー大統領みたいな人、なんかすごいやった、なんかあんまり良くないだと、いや、でもその通りなんだよな。でも、まあ、ゼレンスキー大統領みたいな方なんですよね。この方がですね、これね、ミスタービーンというですね、面白いですね、なんかテレビ番組、イギリスのテレビ番組の中で、ミスタービーンというですね、役割をね、演じてくれまして、これがですね、私はもうガキの頃だ。俺がガキの頃ですね、ミスタービーンがですね、めちゃくちゃ流行ってですね、俺もう大好きだったんですよ。僕ね、本当にね、もうね、めっちゃ大好きだったんですよ。まだ百田直樹を知る前でしたからね。もうね、俺の中ではミスタービーンがナンバーワンなんですよ、その時はね。その後、百田直樹はミスタービーンを超えていくわけなんだけど、なるほど、ミスタービーンがですね、これね、何を言おうとしたっけ俺、ちょっと、嬉しすぎて、ちょっと忘れちゃったの。あ、そら、ミスタービーンがですね、これね、電気自動車ね、電気自動車にはですね、大反対だと。なんかね、この方ね、なんかね、よ、これ文章読んでみたらさ、なんか電気工学の学位と修士号を持っていて、そして、ね、長年ですね、このガソリン車が大好きだったんだって、そういえばさ、とみんな思いなさい、そういえば、ミスタービーンのですね、ドラマを見たことがある方だったらようわかると思うんだけど、車がめっちゃ出てきてたでしょ。車めっちゃ出てきてたんですよ。この人、車大好きなんですよ。で、ね、ちなみにね、ミスタービーンが乗っていた車がですね、ミニでございます。ミニね、もうね、BMW にですね、ほらね、吸収されてしまいましたけれども、イギリスの自動車メーカーミニなんですよね。で、これはミスタービーンがですね、日本でドーンと流行って、で、そのドラマが、なんかテレビドラマもドーンと流行って、で、この中でですね、ミスタービーンがですね、よーく乗っていた車がですね、これね、ミニなんですよ。だからね、ミニってさ、なんだかんだ愛好家が今めっちゃ多いわけじゃないですか。日本では結構流行ってるでしょね。ミニのですね、が日本で流行ったその走りを作ったのは、間違いなくですね、ミスタービーンなんでございますわよ。で、そのミスタービーンがですね、これね、今ヨーロッパではですね、これ脱炭素、ね、電気自動車に変えるんだっていう嵐が吹き荒れてるでしょ。ここにですね、俺たちのミスタービーンがですね、これね、EV なんかダメだっつってですね、この EV を、ね、広げようとしてるね、変な環境、ダウンタウンの奴らにですね、俺たちのミスタービーンが立ち塞がってくれてるんだよ。俺嬉しくってさ、もうね、もうこんなどういうニュース取り上げてる YouTuber、俺だけなんだけど、多分ね、聞いてて、そもそもね、ミスタービーン、はぁと、いや、ちょ、一言言って、この写真を見た時の俺の感想言って、まだ生きてたんだね、もう死んだかと思って、なんかさ、どうしよう、もう俺が大丈夫かね、こんな動画作って。これ興奮してんの俺だけか、俺だけだよな、多分な。なあ、もう、つうかミスタービーン誰だっけみたいな話になってるよね。いや、でもさ、俺、子供の頃本当に好きだったミスタービーンがさ、なんかさ、電気自動車はダメだってはっきり言ってくれて、で、僕たちが言ってる通りですね、これね、電気自動車は作る過程でですね、ガソリン車よりも、二酸化炭素をですね、70% も多く出すとかですね、で、俺たちがですね、一生懸命収集してきた情報をですね、この人も同じ情報をちゃんと収集して、これをですね、ドカンと言ってくれてるんですよ。ね、なんかさ、ネットのさ、変な活動家の俺なんかがわーわー言ったところでさ、何にも効果がないんですよ。しかしですね、これね、ある一定の年齢以上の方々にはですね、抜群の知名度を誇っているミスタービーンがですね、はっきりとですね、EV の見つけ自体は終わったね。 EV っていうのはあまり良くないものである、ガソリン車の方がまだよっぽど環境にいいわということをですね、はっきり言ってくれたんですよ。俺こんな嬉しいことないよと思ってさ、だからさ、もうさ、きっとね、誰も望んでないと思います。ミスタービーンのファンなんて今やですね、もう日本にですね、4人くらいしかいないのかな。もうね、そのね、俺以外の3人に向けての動画でございます。はい、ということですね、俺たちのミスタービーンがですね、 EV の見つけ自体は終わった、 EV なんかダメだ、ガソリン車こそ素晴らしいんだとはっきり言ってくれましたので、それをお伝えいたします。はい、行きます。ミスタービーン EV の見つけ自体は終わった。行きますよ。人気キャラクターのミスタービーンを演ずる俳優兼コメディアンが、環境上の利点にですね、合点がいかないという理由からですね、はい、EV の購入、電気自動車の購入を延期するようにドライバーに呼びかけてくれました。もう最高だよね。でも乗ってるの多分ね、ミニなんですよ。69年型のですね、これ多分これだと思うよ。古いミニに乗りながらですね、ガソリン車はダメだよと、ガソリン車はダメだよ、
ガソリン車は素晴らしいよと、電気自動車はダメだよということをですね、なんかイギリスの街並みでですね、街の中でですね、呼びかけてくれたんだって、もう、嬉しい、僕嬉しい。そんなですね、このミスターミンはそもそもですね、電気工学の学位と修士号を持っておりまして、長年自動車愛好家であるローワン・アトキンソンさん、これね、ミスタービーンを演じた、こちらの方がローワン・アトキンソンさんというですね、俳優兼コメディアンの方でございます。いやー、なんかまだよう生きてらっしゃった。もう、あと50年くらい生きてくれよ、ほんと。ほんとですね、だから、現在の EV 技術は、価値よりも環境に有害であるとはっきり語ってくれました。EV との密接関係は終わりに近づいていると感じている。それは悪いことではございません。車の使用が生み出した深刻な環境問題を適切に対処するには、より幅広い選択肢を模索する必要があることを認識しているのでございますと、アトキンソンさんはですね、ガーディアン紙に書いているとね、彼はですね、自動車大手ボルボが発表した数字を指摘しながら、EV の製造過程で排出される温室効果ガスは、ガソリン車の製造時よりも 70% 多いことを明らかにしました。トヨタのね、トヨタ秋葉会長と同じ主張してくれてるんですよ。この後ね、水素とか出てくるから。もう、俺もう本当に嬉しい。ほんでね、どうしてそうなのか、アトキンソンさんは語りました。問題のですね、所在は、ほぼすべての EV に搭載をされている、リチウムイオンバッテリーにありますと。このバッテリーはですね、バカバカしいほどに重く、ね、製造するには膨大な量のエネルギーが必要でございまして、それらはしかも10年程度しか使えないと推定されていると。これ本当のことなんですよね。それはですね、車と気候危機とのですね、戦いをリードするためのハードウェアの不条理な選択であると、彼は語りました。EVしかですね、選ぶものがないって、そんなことはないだろうと言ってくれてるわけですよ。 EV バッテリーというものは製造過程がですね、エネルギー集約的であるばかりか、バッテリーの寿命が尽きた後も業界に問題を引き起こしております。はい、アメリカだけでもですね、現在から2030年までになんと600万個の EV バッテリーパックが廃棄物として排出されまして、スクラップの山になってしまうと予測をされているとね、これは本当に問題されていて、これをいかに再利用するかということをですね、今一生懸命話し合ってるんだけど、まだそれほど有効なね、案は出てきてないよね。はい、アトキンソンさんはですね、技術開発が進められている、はい、全固体電池、水素燃料電池、合成燃料で、e-fuel だよ。二酸化炭素を元にですね、作れる燃料、e-fuelのことですよ、合成燃料って。などの取り組みなどについて、長期的な解決策の可能性と指摘をしました。しかし、それらが主流になるまでは、多くの時間が必要であると指摘をしました。彼はですね、テクノロジーを超えたより大きな問題として、自動車のですね、3年間リースというビジネスモデルがあると指摘をしました。つまり、車の所有者が3年という単位で、新しい車に乗り換えるというものなんだけれども、これもね、あんまり良くないよね、と言ってくれてるんだよね。なぜならば、アトキンソン氏はですね、3年乗った車が、どれほど素晴らしい状態にあるかを考えると、そう、3年程度では車は傷みませんからね。まだまだ乗れるわけでございますわよ。その3年乗った車がですね、いかに素晴らしい状態にあるかを考えると、このモデルは世界の天然資源の法外な浪費のようであると述べまして、車の所有者はこの代わりにより長く使用することを学べばね、一つの車を買ったなら10年20年使おうじゃないかということですよね。ということを学べばですね、新車のニーズをですね、著しく減らせるでしょうとね。新車のニーズが高まれば高まるほど新車を作らなきゃいけなくなって、結果二酸化炭素がどんどん出ていくんですよ。そしたら一回買った車はもうね、15年とか20年とか乗りゃいいんだと。そしたらですね、車を作る過程で排出される二酸化炭素っていうのはなくなるじゃないかという話なんだよね。その通りだよね。その他のですね、解決策は環境を心配する人々が単に運転を減らすことであるとね、環境保護論者がかつて私に忠告をした、本当に車が必要なら中古車を買ってできるだけ使わないでと彼は書いている。そうかもしれないね。コメントはですね、激しい反応を引き起こすとね、この有名人ですね、ミスタービーンがですね、まさかEV に噛みつくというこの時代でですね、これでですね、まあ、いや、EV 推進者たちはですね、今ガン切れ中でございます。アトキンソン氏のコメントは、ワシントンポストを含むメディアの批判を今麻痺引き起こしていると。一部の専門家は、最近のエネルギーの専門知識が明らかに欠如していますね、プーとアトキンソンさん氏はですね、嘲笑しました。なんだぞこの野郎、お前これ笑わせるのは得意だけどな、笑われるのは嫌いなんだからな、この人は。またですね、カリフォルニア大学のサンタバーバラ校のですね、気候エネルギー政策教授であるリアストークスはですね、エネルギーの専門家でもない90年代の奇妙なイギリス有名人が、英国有名人がですね、EV に関する誤った情報をですね、これツイッターなのかな、で広めていることに好感を抱く、最高だとツイートをしました。これ喜んでるんだね、この方はね。オランダのですね、 EV 研究者であるですね、オーク・ヘクストラはですね、アトキンソン氏がですね、重要な事実をつまみ食いしただけだと、主張しました。アトキンソン氏は現在のバッテリーに対して不平を言っている。より性能の良いバッテリーの出現を期待してその日を待っているわけだ。しかしですね、既存のバッテリーで
でも車の寿命ほどに使うことができ、その間で排出される CO2 も3倍少ないと、私の実際の研究分野なので、これについては確信をしていると彼はツイッターに書きました。どっちが本当なのかな？はい、ガソリン車、ディーゼル車を禁止にしようというですね、世界的圧力。まあそうなんですよ、これ。いいものだからね、あの EV に変えよう、だからガソリン車のディーゼルを禁止しようっていうのはですね、なんかみんなが納得してるわけではなくて、これ明らかに今まだまだ圧力の段階だよね、どう考えてもね。うん、あ、世界的にネットゼロを進める中でですね、先進国の政府はですね、ガソリン車の販売禁止を打ち出していると。あとアトキンソン氏のコメントはそういう中で発信されました。だからこんなにあのみんながわわわわ言うとるなら、イギリスはですね、2030年からガソリン車とディーゼル車の新車販売を禁止して、2035年からはハイブリッド車のですね禁止も検討していると。アホなんかね。首都ロンドンにはですね、超低排出ゾーンがございまして、スイスやバッテリー車以外の運転手に対して1日 12.5ポンドの料金を支払うことを、強制していると。だからガソリン車乗ってたらですね、余計な金を払わなきゃいけないという状況になってるんだね。一方アメリカではですね、カリフォルニア州の大気資源局がですね、連邦政府に圧力をかけて2035年までにガソリン車とディーゼル車の新車販売禁止をですね承認させようとしています。一方ですね、首都キャンベラの本拠地であるですね、オーストラリア首都特別地域の当局もロンドンのようにゼロエミッションゾーンを構築するために動いていると。いやそうなんですよ、あのね、オーストラリアのですね首都キャンベラって今結構えげつない状況になっていて、簡単に言うとあのね、あの電気自動車と、あと合成燃料だっけね、要するに、二酸化炭素をですね、あの、ガッツリ排出しない車以外は絶対に乗るなみたいな状況になってるんですよ。でも結果として、なんか充電する施設がなかったりとかね、結構ね、混乱を引き起こしてるのがね、キャンベラの状況らしいんですよね。あ、実際ですね、ACT の制約は、世界最大都市グループのですね、グループ C40 によるグローバル協定に準じたもので、2025年からはゼロエミッションバスのみが運行され、2030年までには、都市内にゼロエミッションゾーンを構築するというと。この誓約書はですね、オークランド、オースティン、ベルリン、ロンドン、ロサンゼルス、パリ、シアトル、バンクーバーなどの都市によって署名をされているという話でございます。はい、ということでですね、これね、あのね、俺たちがですね、EV っておかしくない、トヨタさんも言ってましたよね、 EV 一択は絶対に変なんだ、あらゆる選択肢をですね自動車メーカーとしては用意するべきなんだ、そう言ってましたよね。同じことをミスター・ビーンが言ってくれました。俺これが嬉しくってな、多分ね、ミスター・ビーンなんか誰も注目しないし、こんな動画作ったところで何このイギリス人、何この眉毛の濃いイギリス人、はぁという話になると思うんだけど、うるせえんだよ、うるせえんだよ、俺はミスター・ビーンが好きなんだよ、だからミスター・ビーンはどこまでも応援するんだ、そのミスター・ビーンがですね、EV はダメって俺たちと同じことを言ってくれたのが嬉しかったので動画を作りました。はい、こんな感じでですね、もうね、今後ですね、あのミスター・ビーンのですね、何かシンボリックな状況がネタがありましたらですね、また皆さんにね、お届けしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ、これ、一回見てみ、あの、ミスター・ビーンでですね、検索をしたらですね、当時の動画とかでいっぱい出てくる。いっぱい出てくるが、まあ一回見てみ、多分、あんまり面白くないと思うんだけど、これを面白いと思える方はですね、あの、私と感性が合うと思います。じゃあね、バイバイ。